フェスティバルは2年間学んだことを総動員して、自分たちが一から材料やメニューを考えて、盛り付けまでしっかり考えて、それをフェスティバル本番の時にお世話になった人を招待して、自分たちが作った料理を食べてもらうっていうイベントになります。一昨2回目までの流れは、今まで自分たちの班ごとに分かれて、前菜班、魚班、肉班、デザート班に分かれて、今までたくさん集まってメニューを考案したりして、付け合わせだったりメイン調理方法だったりを考えて、今回の試作1回目で初めてそれを形にするっていう授業になります。また今回試作1回目を終えた後に、2回目のそれこそ出た課題だったり変更点などを踏まえて、次の試作に向けて材料を発注したりするという流れになります。サーロインの肉の油取って、ここに塩コショウしてまぶした上からまたオリーブオイルして、まだ盛り付けとかが構造とかがまだ決まってない状態なので、一人一皿自分のアイディアを一回お皿に表現してみてから、本番にどういう盛り付けをするかっていうのを今回の試作で決めようかなと考えます。あー、ちょっと火通しすぎたかな。乗ってて非常に美味しいんですけど、この油のバターたっぷりのソース合わせちゃダメだ。そうですね、多分次回からはもうベアルネーズはないと思うんで、これでいくか。具体的な盛り付けのアイディアとかを絵でも何でもいいからもっと明確にさせておけばよかったっていうのと、まだ作ってない状態での話し合いだったんで、いざ作ってみたらやっぱ難しいっすね。今日は作品が見えることで、多分思ってたのと違うみたいなことは、とにかくやってみたので、ある程度イメージできたら、それをですねしっかりとまとめておきましょうね。正直1人前ずつグリエっていうのは多分しんどいと思うから、2人前グリエ、まあ、結構量多いから、1人前 50g とかでいいかも。うん、それは50から60g、まあ、そんなーお前らのさ、1切れあったやん、これでこんくらい、うん、やつが1切れパンと置いてあるだけで全然十分やん。めっちゃうまかった。まあ普通の肉料理だろ。でもだろ、人に出したいとかはだろ、それはやめよう。俺らが人に出して自信持って一皿出せるようにしよう。しゃあ終わるか。おう、盛り付けです。ソースはちょっと酸味の効いた比較的あっさりとしたソースに仕上げるのと、ちょっとソースに醤油を使ってみようかなっていう、ちょっとだけ試す気持ちを含めて、ちょっと今回のソースは結構面白いソースになるんじゃないかなと考えます。改善点としてはやっぱり結構大幅に変更された点があるんですけど、その中でもこのその肉の表面に塗るっていうのは今回初めてやったことなんで、醤油とお味噌を使った時にどうなるかっていうのが改善点ですね。肉の脂が多かったから酸味抜けるソースにしました。じゃあ言って。それに濃厚なソースを合わせるとちょっと食べてる時にしんどくなってしまうので、よりこう酸味を効かした2種類のソースを使用して、あっさりでもしっかり食べ応えのあるようなメニューに改善しました。あ、そうです。マイクちょっとつけてくださいやば、うまっ。ソースの感じはめちゃいい感じですまず肉が美味しいです。
れだけの肉使うなって言ったらみんなが負けないの考えるの上の味噌も美味しいと思います。一緒に食べて美味しいで、このソースもソース考えで味を見るとちょっと味が強いんですけど、肉と一緒に食べたらいい感じ。胡椒も強いし酸味も強いんだけど、全部強いんだけど、この肉と一緒に食べるといい感じですね。パン自体は8人前です。8人前だ。で、そのうちの3人前を、普段教えてもらっている人で買うかなって、そこでの評価が厳しいです。厳しいよ。めちゃめちゃ厳しいよ。で、それを受けての最終日。じゃあ、お疲れ様でした。ですね、今回はフェスティバルとしての、実習をやってるんですけども、これは最終的にですね、彼らが料理を習ったっていうことだけではなくて、総合的につなげて力を発揮するというそういう場としてやってるんですね。そういった狙いでやってます。ですから、美味しい料理作るだけではなくてですね、2年間で学んだことの力を全て発揮する、そういった実習というふうになってます。あ、そうですね、やっぱり別に無理なことは言わないんですけど、普段習っていることをちゃんと理解してそれを生かして結果を出してくれたらそれがいいかなと。習っていることをちゃんとやってほしいなという、それだけですね。普段習っていることをちゃんとやればかなりのレベルの仕事ができると思いますので、それをやってほしいですね。はい、今回試作2回目を作って、食べてみて、1回目から結構肉の部位だったりソースを結構ガラッと変更したんですけど、今回はちょっといろいろと試したんですが、前回の1回目よりかはしっかりと形になったんじゃないかなと思います。一番苦戦しているところはやっぱり盛り付けの部分かなと思います。試作1回目よりも試作2回目は味とかも形になっていたので、やはり最後の盛り付けが全体的に共有ができていないところが多いので、こうもっとうまくスムーズにできれば提供なども早くできると思うので、そういう本番も見据えた試作にしていきたいなと思います。お疲れ様でした。